ソウルソサエティでの激闘を終え現世帰還した黒崎一護だが、アイゼン宗助は宝玉を用いてアランカルを生み出し、現世そしてソウルソサエティへの信仰を企てていた。さらにアイゼンは井上織姫の力に目をつけ、エスパーダの一人ウルキオラ・シファーに命じて彼女をレコムンドへと拉致してしまう。それを知ったイチゴは織姫を救出するため、石田瓜生、佐渡安虎と共にレコムンドへと潜入した。なんつうか寂しいとこだな。なんもね。おい、あれを見ろ。しろって急だな。これがアイスナスウェルジス。よし、行くぜ。行くぜ。行くぜ。ありがたくない俺みたいだね。こんなところでモタモタしてらんねえ。行くぜ。死ねえよ。あなたか。だからネルを一緒に連れて行くぞ。え？邪魔するなよ。通らせてもらうぜ。行くぜ。気をつけろ。いつも手加減はいらねえな。目の少ない通ってことねえよ。若者を無駄をしているぞ。まだだ。
こんなもんじゃねえはずだけどな。